お前さん、名は何という？その目、さしずめ、忍に敗れた狼と言ったところか。言えぬ。それが忍びじゃな。わしは仏を掘らなきゃならん。お前さんはお前さんで好きにしな。 何故俺はここにいる？ただ拾ったのよ。屍かどうかもわからぬものを野良犬に食わせてやることもあるまい。どれほど俺は眠っていた？お前さんを拾ってから随分経つぞ。そうか。じゃが主の主は まだ生きておるぞ。アシナの城で囚われとなっている。だが、すぐにもその血を利用されちまうだろう。お前さんを見れば、その価値は十分にあろうというものじゃ。この左腕、俺に何をした？そいつは、 忍び義手。関腕の狼には、おあつらえ向きの牙じゃろうて。仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び義手。そいつは、ただ失った腕を補うもんじゃない。忍具を見つけたら、わしのところに持ってくるがいい。忍具だと？ そうか。この空くり。察しがいいな。忍具を持ってきたら、忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃ、その義手のありがたみがわかるじゃろうさ。うん。喋りすぎたな。行きな。巫女様の血が利用されるとは。 どういうことだ？わしも詳しいことなど知らん。ただ、竜院、そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを持っておる。それゆえ巫女様は？付け狙われる。お前さんの体が妙なことになっておるのも、 そのせいかもしれぬな。お前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。 見ぬ顔だな。そこもと、名は。
名乗られぬか。だが腕ある忍びとお見受けした。忍びの技ならば、あるいは、そこもとよ。ぜひそれがしと立ち会ってもらおう。やはり死なぬわな。そこもとの立ち筋、見事なものであった。それがしをかように従前に殺した者、そうはおらぬ。お主は何だ。死なず、あるいは虫付きと呼ぶ者もおるな。死ねぬので、ただここにおるのだ。そこもとはこのような荒れ寺で何よ。随分と眉間にシワが寄っておる。そこもとよ、それがしを使い刀の修練をせぬか。お主の使命を果たすために。死ねぬ体ゆえ、幾度でも切られてやれるぞ。どうじゃ。承知した。よし、ではやろう。刀を振らば気も紛れるというもの。そこもとよ、この社には行き場を失った者が集うようだ。俺、現にそれがしもここにおる。だからかの、そこの賽銭箱にも時折何やら流れ着くのよ。また来るがいい。そこもとの技の試し、いくらでも受け負うぞ。
まことに息を吹き返したのですね。流陰の力、この目でしかと見ることになるとは。何者だ。エマと言います。去るお方に仕えるクス氏です。去るお方とは。すみませぬが、主の命にて明かせません。ただあなたを助けよと、そう仰せつかっています。信用しろとは言いません。ですが、私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水の瓢箪、それはもともと私が作り上げたものです。クス氏として助けとなりましょう。この瓢箪、お主が作ったというのか。はい。元は九郎様のためにあなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて、少し休めばまた満ちるでしょう。クス氏としての助けとは。瓢箪の種をお持ちください。種だと。はい。薬水は瓢箪の種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水の傘が増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。分かった。一つ。なんだ。少し顔を見せてください。何。白いあざ、これは生まれつきですか。いや。ならば流飲を受けた者に現れるということか。あるいは兆しか。もう良いか。ああ、十分です。無礼をしました。すみませぬ。ではまた。手に入れた。任務か。ああ。忍び騎手は騎馬じゃというたが、任務を仕込むことでその騎馬は形を変えることができるようになる。叩き立てならば打ち砕き、素早き敵ならば仕留め撃つ。仕込んだ人数が増えるだけ敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。随分と詳しい。いかんな。いつまでも血生臭いことを言うておるから仏の顔も鬼になるのよ。どれ貸してみろ。わしが任務を仕込んでやろう。そこにある優しい顔の仏様、そいつには妙な真似をするなよ。
狼よ、我が血と共に生きてくれ。Thank you.
護人はどうか、そこのあばら屋の老婆の様子見てやってくれぬか。私の母なのだが狂ってしまい、もはや誰が誰だか分かっておらぬ。伊之助か、せがれよ。若様を見なかったかな。せがれではない。伊之助、またそのような。そなたはわしがおかしくなったというが、さすがにせがれを間違えるわけなかろう。まあよい、せがれよ。この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ作った守り鈴じゃ。この守り鈴を仏様にお供えしておくれ。